ふん、お前ごときがこんな大きな商談、不釣り合いだろ。俺に任せとけよ。初めての大きなチャンスを横取りされ、唖然とする俺。なんなんだ、明らかに準備不足じゃないか。よくこれでうちと商談なんてしようと思えたな。この商談のために俺は寝る間も惜しんで準備をしてきたのに、全てが無に返された俺は唇を噛んで父の形見の時計を撫でる。君、その時計は。俺がつけている父の形見を見て目を丸くする社長。これが俺の転機になった。俺の名前は立花司、いわゆる不死家庭の育ちで、物心ついた頃には母はすでに他界していた。だが父は母がいない分、俺に愛情を注いで育ててくれたので、寂しいと思ったことはなかったし、不満もなかった。母の姿は写真でしか見たことがなかったが、本当に優しく愛情深い人だったと父はいつも言っていた。俺の母は2歳の頃に病気で亡くなってしまったのだそうだ。写真に写る母は色白のとても美しい人で、母の話をする父はいつもどこか寂しげで愛おしそうだった。父は本当に何でもできる人で、運動会や授業参観など学校行事は欠かさずに顔を出してくれたし、毎日シンプルながらも美味しい食事も手作りしてくれていた。口数は少ないが、いつも俺のことを見守ってくれて、俺のやりたいことを尊重してくれる優しい父だった。父さん、俺これがやってみたくて。そういえば一つ返事でいろんな習い事もさせてもらえた。水泳に少年野球、ピアノに習字に英語、本当に何でもやらせてくれた。今考えるととても恵まれていたのだと思う。特別裕福なわけではないが、貧乏なわけでもなく、贅沢ではないが、不自由もない生活をさせてくれていた父。俺が学校にいる間は会社に行っているようだったが、俺になるべく寂しい思いをさせないようにと、基本的には家で仕事をしていた。リビングで仕事をする父さんの横で宿題をしていると、俺はなんだか大人な気分になれた。仕事をする父の真似をしているに過ぎなかったが、父とお揃いの気持ちで背筋がピンと伸びる。そんな俺を父はニコニコと見ながら仕事をする。夕食後のこの時間が俺は好きだった。司、絶対に礼だけは忘れるなよ。それが父の口癖だった。礼儀はいつかお前を絶対に助けてくれるからな。どんな相手にも絶対に礼は尽くせ。どんな時も口酸っぱく言われていて、実際父はどんな相手にも物腰柔らかく丁寧な対応をしていた。父の周りは常に笑顔があふれていて、みんなが父を助けようとしてくれていたし、俺もたくさん周りの人に助けられた。父は男気にあふれた俺が知る中で一番かっこいい大人だったし、その背中に憧れた。何でも父の真似をしようとする俺を見て、父は照れくさそうに、俺はそんなに大層な人間ではないが、息子に憧れてもらえるのは父親冥利に尽きるなと、俺の頭をくしゃりと撫でる。こんな俺を立派な父親にしてくれてありがとう。天国の母さんもきっと羨ましそうに俺たちを見ているよ。そんな父に一度だけ殴られたことがあった。小学校の時に父子家庭であることをバカにしてきた同級生が、あろうことか父のことまでバカにしてきたのだった。俺はついカッとなってその同級生に仕返しをしてしまった。そのことを先生から聞いた父は俺の方を強くぶった。その目には涙がにじんでいた。父に殴られたのも、父の目に涙を見たのも、それが最初で最後だった。父に殴られた俺の姿を見て先生は慌てて、司君は大好きなお父様のことを言われてついカッとなってしまったようで、相手の親御さんともすでに話はついていますので、と俺をかばってくれたが、そうか、俺のことをかばってくれたのか。でもな、司、絶対にこんなことはもう二度とするな。わかったな、と釘を刺され、先生と相手の親に深々と頭を下げて黙って俺の手を引いた。今でも覚えている。その日の帰り道、痛いくらいに強く俺の手を握って黙って歩いていた父さんはぽつりと、司、ごめんな、母さんがいないことで不便なことも多かったんだな、とつぶやいた。いつも大きな父の背中が
その日だけは少し小さく見えて、俺はその日以降どんな理不尽にもやり返すのはやめようと心に誓った。どんな理不尽も父の教えの通り礼儀を尽くして丁寧に相手に接していると、やがて大抵の理不尽なことはなくなった。むしろ礼儀を尽くすことで先輩や教師からの評判はよく、いろんなことが有利に運び、父の周りに笑顔が多く、みんなが俺たちを助けてくれたのはこういうことなのかと次第に分かり始めていた。司は努力家でいつも一生懸命だから応援したくなるなと、先輩や先生に可愛がられたおかげで快適な中学生活を送ることができていた。高校生に上がるという春休み、突然父は帰らぬ人となった。帰り道の交通事故だった。いつも通りに見送ったはずなのに、変わり果てた姿で帰宅した父に、俺はどうしていいのかわからなかった。突然世界に自分一人取り残されたような、そんな感覚。目の前が真っ暗だった。俺の手元に残ったのは父が大切にいつも身につけていた腕時計。つかさ、これは俺の戦友がくれた世界でたった一つの時計だ。いつもニコニコとその時計を眺めて、俺が一人前になったらくれると約束していたものだった。父さん、この時計は俺が一人前になったら大事につけるね。いつもはその時計を仏壇に置いて毎日丁寧に拭いてから学校に行くのがお決まりだった。高校3年間はなんとかバイトをしてやりくりしていた。バイト先の人もみんないい人で、周囲に助けられながら日々を必死に生きる俺は、悲しみを打ち消すようにバイトに没頭した。勉強やバイトをしていれば悲しいことも忘れられる、そう思い込んでできるだけ休みの日はないようにした。つかさちゃん、あまり無理をしないでね。幼い頃から知っている隣の家のおばちゃんが心配そうに時々差し入れと手作りの惣菜を持ってきてくれる。おばちゃん、ありがとう、大丈夫だよ、バイトも勉強も楽しいし。そうと心配そうに俺を見つめるおばちゃん。きっとおばちゃんの目には俺が痛々しく見えていたのだろう。あの頃の俺は大丈夫と強がりつつも、本当は父を亡くした悲しみをいつまでも引きずっていた。友達と遊んだり部活に落ち込む同級生が羨ましくないと言えば嘘になる。でも俺は生きることに必死だったし、父さんに胸を張れるようになるまでは弱音を吐かないとあの時計に誓って、勉強もバイトも頑張った。大学に行くのはどう考えても無理だと悟っていたからこそ、ここでできるだけ勉強しておきたいと思った。高卒だった父さんは生前、大学に行かなかったことを少し後悔するようなことを時々言っていた。つかさ、お前勉強は好きか？好きでも嫌いでもない。でも新しいこと知るのは楽しい。そう答える幼い俺にニコニコとうなずいた父はこう続けた。大人になると勉強はしたくてもできなくなる。俺は少しだけ学生の頃に勉強をもう少しちゃんとすればよかったと後悔する時があるんだ。まだ小学生だった俺には少し難しい話だったが、いざ父を亡くし大学に行くのは難しい。高校生の今が最後の勉強できる機会なのかもしれないなと思うと、勉強にも身が入る。立花、お前は卒業後は就職か？高校の先生も俺の事情を汲んで早いうちから就職の相談に乗ってくれていた。お前ほど真面目に授業に取り組んで学力もあるやつならどこの大学でもやっていけるのに、惜しいな。そう言いつつもいくつも求人票を探しては一緒に就職先について考えてくれた。本当にありがたい。俺は周りからの善意をかみしめて日々を大事に生きていた。そうしているうちにだんだんと父を失った悲しみよりも父に恥じない生き方をしようと前向きになれた。父の両親の仏壇にかける言葉が日に日に前を向いていく。周囲の助けもあって高卒には条件の良すぎるような会社に就職がかなった。ここまで手助けしてくれた人たちの顔に泥を塗らないようにしっかりやらなくては。父さん、時計借りてくね。入社式の日、仏壇から形見の時計を手に取り身につけた。それから
俺は父の時計をお守り代わりに毎日必死に働いた。おい、そこの高卒、これやっといて。乱雑にデスクに投げられる書類を丁寧に束ねて確認する。職場環境は悪くなかった。この上司を除いては。みんな丁寧に指導をしてくれ、高卒の俺でもひいきせず一人前として扱ってくれた。最初はもちろん苦労することが多かったが、高卒の俺を見下さず一人前として仕事を与えてくれることが本当にありがたかった。ただ一人、高木という上司は俺を決して一人前とは認めず、雑用ばかりをやらせてくる。これも最初のうちだ。今は耐えよう。きっといつか認めてくれる。そう信じて俺は高木にも従った。実際高木は営業成績もいつもトップで、フロントからの信頼も厚い。こんな人でも仕事はできる、学べることがあるかもしれないとめげずに食らいついた。なあ高卒、なんでお前がこの会社にいんの？毎日高木からは日課のように罵声を浴びせられる。確かにこの会社はほとんど大卒の社員ばかりで、高卒は指で数えられるくらいしか働いていない。そしてこの高木のいびりに耐えられず、次々辞めていってしまうのだ。ジムのおばちゃんが時々ひそひそと話しているのが聞こえる。ねえ聞いた？また一人高卒の子が辞めちゃったわね。ああ、高木さんでしょ？あの人自分が高学歴だからみんなを見下してるのよ。この前辞めた子も一応大卒だけど、あんまりいい大学の子じゃないからってすごい言われてたわね。一流以外はここにはいらない。高木はいつもそう言い、上司にはこびるが、隠したと思った人にはひどいものだった。立花君、あんなの耐えられてすごいね。私はもう無理。そう言ってこの前も大卒の同期の女の子が辞めていった。半年足らずで同期はみんな辞めていって、俺だけが残った。はっ、しぶといやつ、根性だけはあるんだな。高木は鼻で笑い、その後も何かと雑用を押し付けられ、嫌味を言われたが、それに耐えてこなしていくうちに他の人からの評価はどんどん上がっていった。立花君、この仕事やってみるか？今の君になら任せられると思う。立花、この商談ついてくるか？きっといい経験になるぞ。こうして徐々に大きな仕事も任せてもらえるようになったし、大きな商談にも同行させてもらい、この目で直接勉強させてもらえることも増えた。しかしなぜかいつも途中で担当を外されてしまう。最初は俺が至らないばかりに担当を外されているのだと思い、真剣に悩み何がいけなかったのかを反省していたが、俺の後任の担当者が高木だったことに次第に違和感を感じるようになっていた。まさかね。嫌な考えが頭をよぎったが、確証はない。ただの偶然かもしれない。本当に俺が至らず、優秀な高木が尻拭いをしてくれている可能性もあるのだ。頭を振り嫌な考えを吹き飛ばす。確かに高木は嫌なやつだ。だからといって自分の至らなさを人のせいにしていては成長できない。俺は前向きに自己研鑽を重ねた。いつか必ず商談の最後まで一人で担当するんだと自分を奮い立たせる。立花君、これは社運をかけた大きな商談なんだが、君に託してもいいかね？この会社に就職して5年が経とうとしていたある日、社長直々に大きな商談を任せてもらえた。はい、精一杯頑張ります。きっとこれは俺の転機だ。俺は寝る間も惜しんで入念な準備をし、商談に臨んだ。綿密に担当者と連絡を取り、資料も誰が見ても分かりやすく取りこぼしのないようにと作った。すごいな立花、教えた以上にできてるじゃん。商談当日までたくさんの人に教わり、相談したりしながら準備を進めて、いざ商談当日。お前ごときがこんなでかい商談？荷が重いだろ、変われよ。そう言って高木は俺の作った資料を取り上げると、
社長、彼では不安が残りますので私も同行しますと社長に報告し、商談の高木の同席が決まった。俺はなんだか嫌な予感がした。かつて頭をよぎった嫌な想像は目の前で現実になろうとしている。商談当日、高木と一緒にタクシーで向かった。これから二人で大きな商談に行こうというのに終始無言だった。おい高卒、俺がいるからお前は黙って見とけよ。そう一言だけ言って高木は会議室に入っていった。中には取引先の社長が待機している。そして商談の席で高木はどんどん話を進めていく。しかし資料と違うことを話し出したり、話が右往左往したりと話がまとまることはなかった。俺の意図していない方向に話が膨らみ、俺は一言も話すことができなかった。だんだんと顔が暗くなっていく取引先の人たちを見て、俺は唇を噛んだ。ここまでの俺の努力が全て無駄になったような気がして、やるせない気持ちになった。高木は話がまとまらない焦りから話が本筋からずれていく。深いため息に退屈そうにトントンと机を叩く音。そんな中で饒舌に話す高木はまるで道化師だった。君、一体何なんだ？この商談は時間の無駄だったようだね。ついに取引先の社長藤田さんがイライラした様子で口を開いた。もう申し訳ありません。社長の一言にしんと静まり返る中、俺はとっさに深々と頭を下げた。せっかく資料は分かりやすく丁寧にまとめられていると思ったのに残念だよ。はあと深いため息をついてちらりと俺に視線をやる。社長は俺の時計を見て、ん？と声を上げた。君、立花君と言ったか？その時計はどこで？俺の時計を震える手で指差し尋ねる。はい、立花司と申します。この時計は父の形見でして。もしかして君の父親というのは高志さんかね？はい、私の父は高志ですが、もしかしてお知り合いでしたか？そうかと少し考えた後、改めてまじまじと俺の顔を見つめる社長。うん、司くん、君があの高志さんの息子さんか。間違っていたら申し訳ないのだが、この資料は司くんが作ってくれたのかね？はい。だったらもう一度君の口からこのプレゼンをしてみてくれないか？俺は少しの疑問を抱えながらもぼんやりと、父の時計は戦友からもらった世界に一つだけの宝物だったという話を思い出していた。俺はかなり動揺した。でももう一度チャンスがもらえたんだ。隣にいる高木は顔面蒼白で座っていた。俺は大きく深呼吸をして練習通りのプレゼンをする。うん、うまくできたと思う。真剣に話を聞いてくれる先方に俺は真摯に向き合った。質疑応答も無駄なく十分にこなせたはず。達成感に満ち溢れ、プレゼンを終わると高木は小さく舌打ちをして不機嫌そうにこちらを見ていた。藤田社長は拍手をしながら俺のところまで歩み寄り握手を求めた。うん、しっかり内容をまとめてくれていたね。ありがとうございます。俺は藤田社長と握手を交わし無事に契約にこぎつけた。君は仕事ぶりも高志さんに似ているようだ。それから藤田社長は少しだけ父の話をしてくれた。今では信じられない話だが、僕の会社もかつては経営難にあえいでいたことがあったんだ。そんな会社の危機を救ったのが君の父高志さんだったんだよ。彼はまさに右腕だった。どんな時にも縦横無尽に駆け回り会社に尽くしてくれていたんだ。彼が独立した後も良き経営者仲間として関係は続いていたんだ。そして経営者仲間として世界に一つだけの時計を発注して作ってもらっていたんだよ。父は生前にこの時計を戦友からもらった世界にたった一つの宝物として大切にしていました。そうか、高志さんはそんなことを。藤田社長は目頭を押さえ、本当に惜しい人を亡くしたよと悲しそうに笑った。
少しの沈黙が俺たちを包む。また後日ゆっくり食事でもしようと約束をして、その日は藤田社長の会社を後にした。商談を終え会社に戻ると、高木はすでに社長に報告していた。私が同行していてよかったです。無事に私が契約を取りました。彼にはまだ荷が重いようですから、このまま私がこの案件を巻き取ります。耳を疑った。社長も、それなら高木くんに任せよう、本当によくやったなと言っている。あの時感じた違和感は気のせいではなかった。疑念が確信に変わった時、高木はニヤニヤとしていた。お前になんか手柄をくれてやるわけないだろう。すれ違いざまぼそりと耳元でささやく高木。そうか、立花君にはまだ早かったか。社長は残念そうな顔をしている。俺は呆然と立ち尽くすしかなかった。報告を終え先輩が駆け寄る。おい、どういうことだ、なんであの案件高木の手柄に。俺は力なく笑うしかなかった。やっぱりあいつ。先輩は悔しそうにつぶやくとどこかへ行ってしまった。どうやら被害者は俺だけではなかったようだ。その後も毎日高木は商談に出かけ、営業成績を伸ばしていく。俺にはもうそのからくりが分かっていた。高木さん、どうしてそこまで。俺は高木に問いかけた。は？高卒のお前には荷が重いだろうと、俺がケツ拭いてやってんのに何様のつもり。今までの途中で高木さんに担当が変わったのもそういうことですか。高木は悪びれる様子もなく鼻で笑う。高卒の無能に何ができんの、お前は雑用だけやってろよ。手をひらひらと振り、そのままどこかへ行ってしまった。悔しくて壁に拳を打つ。どうして今まで気づかなかったんだ。いや、気づいていたのに俺は見ないふりをしていただけだった。それ以降大きな商談は俺には回ってこなかった。ただ淡々と雑用をこなす日々に俺はへきへきし始めている。おい立花、お前応接室に呼ばれてるぞ。お客さんが来てるらしいから早く行った方がいいぞ。ある日先輩に告げられ応接室に急いだ。ノックをして応接室に入ると、そこには社長と藤田社長、そして青い顔をした高木がいた。大変お待たせいたしまして申し訳ありません。藤田社長、ご無沙汰しております。少し怒ったような顔をしていた藤田社長は俺の顔を見て少し表情を緩めた。司くん、ご無沙汰しているね。体調を崩していると聞いたが、その後どうかね。俺が体調を崩している？いえ、私は見ての通り変わりありません。うん、と頷くと藤田社長はちらりと高木に目をやる。いやね、私は司くんのプレゼンに共感して司くんと契約したと思ったんだが、司くんはその後うちに顔を出さず、この高木というものだけがうちに来るんだ。高木は震えていた。それで彼に聞いたら、司くんはしばらく体調を崩していて彼に担当が変わったと聞いてね。青を通り越して真っ白な顔色の高木に眉を潜め、どういうことだと詰め寄る社長。しどろもどろになりながら弁明をする高木をよそに、藤田社長は続ける。もしも今後も彼が担当ならば、私は彼が信用できないので今回の契約はなかったことにできるかね。社長は平謝りし、秘書にこれまでの高木の案件をすべて洗い直すように指示を出す。藤田社長がお許しくださるのであれば、再度私が担当として契約を続けていただくことは可能でしょうか。俺は胸を張って藤田社長に申してる。藤田社長は満足げにうなずくと、私は厳しいぞ、君の仕事ぶりに期待していると言い残して帰っていった。後日社内調査の結果、高木の手柄の横取りは全て明るみになった。案の定他の若い社員たちも高木に手柄を横取りされており、ひどいものだと一度も打ち合わせなどには顔を出していないのに書類を改ざんして名前だけ高木に変わっているものもあった。くそ、なんであの老いぼれ余計なことを。お前もいい気になるなよ、所詮あの案件はコネで取れたようなもんだ。
顔を真っ赤にして恨み事を言う高木は離島の子会社に左遷された。そこは小さな島なので左遷された理由もすでに広まっており、かつての面影などないくらいに肩身の狭い思いをしているらしい。さすがだよ司君、やはり君が担当でよかった。藤田社長とは何度も打ち合わせと会食をし、全幅の信頼を寄せてもらえるようになった。おかげでお互いに業績を伸ばすこととなり、新たな商談を藤田社長に紹介してもらえるまでになった。いつもありがとうございます。こちらこそ。この前紹介していただいた件なのですが、今では第二の父のような存在で、時々食事をしながら相談に乗ってもらっている。あの一件の後、社長は高木を信頼していたばかりに他の社員をないがしろにしてしまった。なんて情けない、本当に申し訳なかったと謝罪があり、全社員の評価が見直されたことでこれまで以上に働きやすくなった。それと同時に、高木ほどひどくはないものの、後輩の手柄で甘い汁を吸っていた中堅以上の社員は窓際に追いやられ、やがて辞めていった。頑張ったら頑張っただけの評価をしてもらえるようになったことで、社内は活気づき、適度な競争が生まれることでより業績を伸ばしていった。それから俺はトントン拍子に出世することができた。やはりやっただけの評価が返ってくるのは嬉しいし、より結果を残すために取引先とより密に打ち合わせをすることで難情にもなった結果となって返ってくる。そうすると今度はまた取引先から新たな仕事が舞い込んでくるという好循環。最近は後輩や部下にもどんどん仕事が触れるようになった。橘君が担当を外れてしまうのは残念だけれど、後任の彼もすごくいい人でよかったよ。最近はこう言ってもらえることも増え、人材育成にも楽しさを見出している。だが相変わらず藤田社長の会社だけは俺が担当していた。君も忙しいだろうにありがとう。いえ、俺にとって藤田社長は恩人であり原点ですので、後輩のためにも本当は譲るべきなんでしょうけどね。はと社長と笑い合う。この社長との商談がきっかけで父のことをより知れたし、あの商談がきっかけで評価が見直されたのだ。藤田社長には足を向けて眠れない。ところで司君、君ほどの実力があれば独立もできるだろう。君は独立は考えていないのか。ある日藤田社長に問いかけられる。父は早々に独立をしたというから俺もそうなのだと思っていたらしい。考えていないわけではないですが、もう少しだけ今の会社に貢献したい気持ちもあった。新さんをなめるようなことも多々あったが、高卒の俺をここまで育ててくれたのは事実だ。せめて今育てている部下たちが独り立ちできるくらいまでは待とうかと思っています。藤田社長はにっこりと笑う。そういうところまで君は高志さんに似ているんだね。藤田社長は俺に父の影を重ねて懐かしんでいるようだった。一つだけ俺は気になることがあって藤田社長に問いかけた。藤田社長、僕はあなたが認めた父さんのような男に慣れていますか。いかがでしたか。チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。